I'm gonna go get some more.
あの久しぶりですねの方も、なんかセブンサミでも久しぶりですね。はい、ね、まずはね、この二人マイクないから時々相槌打ってくれたりくれなかったり、よいしょ、ジュニア忙しいって言ってるから。1つ目は何でしょう、もうちょっとちゃんとお話しした方がいいかな。今日は横浜スタジアムで阪神タイガース対横浜ベイスターズ戦にやります。そういうお知らせじゃないですよね。でも一昨日からなんかもちゃもちゃしてるんですよね。なんかね、あんなに野球が好きか嫌いかっていうのはないけど、今日はどっちも絶対勝ちてと思ってる試合なんだろうな。仲良くやってほしいですよね。ダメ、そういうこと言っちゃダメ、いるかもしれないから、いるかもしれないから、暑いから。2曲目何でしょう。あ、じゃあ皆さんの大好きな夏にぴったりの、全然ぴったりじゃない空へをお願いします。
やトワエモアはわからないですよね。トワエモアって知ってます？トワエモアは、空よ、水色の空よ、雲の上に夢を乗せて、チャチャラチャチャチャってやつです。アポロそれが、ナイフを握りしめたらの歌です。ちなみに、握りしめたないです。もう19歳でもありません。ちなみに、皆さん報告です。私、昨日58歳になりました。次は私ずっと違反研修してたんですけど、今回有料者で行って、次は5年後ですねって言われてちょっとゾッとしましたよね。いやいいですけどさあ、そんなつまらない話しかしないはずなので次の曲やろう。次の曲は何でしょう？あ、ちょっと暗い曲です。よろしくお願いします。大好き暗い曲。I'm not afraid to die.
私もずっとなんか咳っぽいようななんか耳鼻咽喉がおかしいやらね、暑いからか、いや気がないからか、更年期からか、春の頃はね全部更年期のせいにしてたんですけど、やっぱり今度は暑いからかなと思ってみたり、ライブが多いからかなと思ってみたり、もう一回言いましょうか、ライブが多いから、あずはこんなバンドでこれなのに普通の歌詞か、みんな普通のアマチュアなんですけど、毎週ライブをやろうとしたりするんです。例えばですよ、わかんない、みんなそんな毎週こんな大声で歌ってさ、声帯1週間で元戻んのね。この前ね、優しいセブンスの PA のお姉さんにほら、シンガーを大事にしなさいって言われたじゃんね。私ちょっと手抜けないんですよ、こんな歌なんでね、ちょっと手抜けないん で、でも実は来週も再来週も再来週もライブあります、あります。なんかもう仕方ないね、やっぱりほら誘ってくれる方もいらっしゃるし、やりたいやりたいって2人も絶対やりたいって言うし、多数決だし、多数決なんですよ。善ちゃん辛そうだからやめとこうかって誰も言わないです。あ、ちなみに私善ちゃんって言うんですけどね、誰も言わないですね。やめないよ、やめない、心にはないこと、まあごめんなさい、そういうつまんない話ばっかりしてあるので、全曲いきましょうね。さあ次は何でしょう。あ、次はデビュー曲ですね。あ、でもデビュー曲確かですけど、40歳ぐらいの時に作った曲です。40歳ぐらい、18年も経ってるデビュー曲をお願いします。We'll be right back.
ます。ごめんね、もっと喋ってたいけど、次回は秋葉原行きます。秋葉原でね、行ったことないとこ行くんだ。はい。告知は Facebook なんか見てください。ごめんなさい、めっちゃ雑で。あずありがとうございます。あと2曲でーす。I'm gonna go to the hospital.
します。